前に岡村さんもいます。隣行こうかな。振袖ですよ、岡村さんで、ね、こんにちは。あ、ゴミさんタワーありがとうございます。ゴミさんタワーありがとう。ゴミさんちょっと待って、書くね、ちゃんと。ゴミさんありがとう。あ、わたさんもありがとう。タワーありがとう。やばい、全部名前知ってる人、知ってる。わたさんも知ってる。 X か、わかる。ありがとう。たちです。ちょっと岡村さん、なんか全身写してくれません？ないよ。こんな感じです。かわいい。振袖。水色です。水色にティアラをつけました。ティアラ。ティアラつけてる人、AKB メンバーで見たことなかったので、ティアラをつけました。めっちゃかわいいです。水色とシルバー系の組み合わせを絶対やりたいって1年以上前から思ってて、今回ねゴールドも、ね、入ってるんですけど、水色とティアラの組み合わせしたくて。後ろも、あーかわいい。どうなってるのかわかんないし。かわいいよ。かわいい、かわいい。スタイリストさんがめっちゃギュッギュッギュッギュやってくれました。めっちゃかわいい。マジでもう一生に一度のこの振り袖ね、マジで可愛いの。消えてもマジで大満足です。はい、ではポイントは、ポイントは、ポイント、ポイント、今日のポイントは、今日のポイント、うん、え、さっき言った、あ、言った、聞いてなかった。え、水色の時やなって言ったじゃん。ごめん。やば。これなんか、これ三つ編みじゃなくて四つ編みなの。四つ編みになってて、このパール、シルバーのチェーンと、このパールと、あとシルバーの紐を岡村さんと一緒に買いに行きました。これはその岡村さんが提案してくれて、最初はもう直前でも諦めてたんですよ、買うのをね。買うのを諦めてたんですけど、あの岡村さんが行こうって言ってくれて、一緒に買いに行って一緒に選びました。買ってる気配がなかったので、はい、すいません。最初はこの美獣、美獣にするか迷ったんですよね、キラキラの。そうね、シルバーの美獣にするか迷ったんですけど、パールの方が可愛くないってなって、パールになりました。ガチ可愛い、マジで最高。あ、スクショタイムお願いします。はい、あ、待って、手袋置いてきてくれ。回りますね。これ今日やったから。さっきやったね。さっきやったよ。上手だよ。あ、首の位置もいい感じだよ。こんな感じです。ありがとう。おい。あ、静電気が。こんな感じでございますわ。ありがとうね。配信で見せれてよかったです。岡村さんが髪の毛やってくれました。2時半起きで頑張りましたよ。アラームの20分前に起きた。でパッと目覚めてチョコ食べた。そして半顔起きできた。そう、最近マジで髪の毛半顔起きできちゃうの。だからまず最初に岡村さんに会って会ったら髪の毛乾かしてくれる。まず最初にね。最近多いよね。最近マジ半乾き。早いけどもね、なんかみんなね、ずっと。そう、半乾き、あの、大森の受け継ぎました。大森真帆千葉やり、岡村チルドレン。はい。ドライヤー率高い。はい。はい、千葉大森、ドライヤー率高いです。こんな感じで、ちょっとショールームできたらいいなって思ったので、
配信してみました。ってことで黒髪見納めですかね。わ、そうじゃん、そうだよ、黒髪もう見納めなのでバイバイ黒髪。成人式のために黒髪にしたので。で麺に焼き付けましょう。ティアラ可愛いでしょ。ティアラのねこのねキラキラも水色になってるの3つ。そうね、3つ水色になってるの。なので今日はメイクしてるからスクショいいよ。あ、普段ダメなんだ。うん、スクショしてる人いたら怒る。スクショとかが嫌でショールーム全然やってなかった。あ、そうなの。画面録画もすごい嫌で。イコールすっぴんでやってるってこと。すっぴんでもやってるしメイクしてる時もあるけど、うんうん、基本画面録画とスクショっていうのが嫌なの。なるほどね。だから配信してなかった全然。でもあのモコモコのパジャマ着てやってるの好きだよ。カビコン、うん、あれかわいい。生まれたての赤ちゃん。カビゴン。今日カメラでもたくさん写真撮ったし。そうだね。うん。雪なんじゃないかなと思います。写真も。あのパパに写真送ってって言われたので送ります。ニットさんがめっちゃ売れるって言ってたよ。可愛すぎて。写真。写真。皆さんに無料で提供いたします。だね、まあ、主にウィーバースに送るかな。でも私はウィーバース見たい。ウィーバースマジニットさんも1ヶ月前から撮ってる。やばいやばいやばい。マジで私のウィーバースマジ通知えぐいから。あ、ちょっといいや。マジで通知うるさいと思う。通知オフの人たくさんいるんじゃないかな。そんなに。うん。ってことで、いいよね、他に載ってない写真見れるの。え、そうだよ、マジで載せてない。オフショットマジで死ぬほど載せてる。だって大体私が撮るとこれウィーバースにしよう、これウィーバースにしようって絶対言われる、うん、1日20枚とか送るときもある。マジでメンバーとの載せてないショットとかも来るし。めっちゃいいよ。そうなんですよ。マジお腹すいた、やばい。わかる。え、今日も2時ん、今日も2時。え、今日はさすがに食べる。今日はさすがに、うん、成人式だからね。うん、そうです。ってことで、そうだね、サトレイも成人。え、この前匂い嗅いだ話したい。ダメ、うん、何の。あーいいよ、リバースでは送ったけどね。あ、言った。そう、エニー食べるの我慢して私が食べてる551の豚まんをずっと匂い嗅いで、しかもゆっくり食べるように言ってきて、匂い嗅いどきたいから。そう、岡村さんが半分に割って食べてたのよ。で、その半分食べてるやつはもう食べさせて、うん、半分食べてない方をずっとこうやって、そう、深呼吸してた。ずっと鼻の近くに置いて寝息だった。で、半分食べ終わったらそれを半分にして4分の1をずっと嗅いで食べた気になって我慢した、うん、マジですごい。マジ深呼吸。551たこ焼きもそうしたよね。うん、たこ焼きも深呼吸した。でも次の日551の肉まんと、うん、あとたこ焼き2箱、うんうん、じゃあ計12個、うん、12粒プラスちぎりパン。あ、そうだ、持って帰ったもん。あれちぎりパン2個持って帰って2個食べた、うん、あ、最高。朝昼に、朝だからね、うんうん、全部食べました。本当に我慢してた。私はできなかった。できなかった、うん、でもマジで美味しい。ちぎりパン大好き。マジ大好き。美味しい。ってことで、あんま長くは配信しないのであんま長くする予定ではないので、ここで間もなく終わろうと思います。てことで順位を読みましょうかな。順位読みます。13位ミヤピーさん、12位チラツさん、11位エリーちゃん大好きさん、10位ヨシフミさん、9位ナナ。あ、ナナだけ声でかくなっちゃった。ナナがやりたくてごめんね。8位ミントミントさん、
7位ベビモンさん、6位サイカちゃん、5位ツワンス、4位ハリーの道楽さんじゃないんだっけ、なんだっけ、ハリーの道学さんだっけ、3位カリウイさん、2位ゴミさん、1位ワタさんです。ありがとうございました。それでは成人式終わったのでこの魔法から解き放たれます。それでは見てくださった皆さんありがとうございました。バイバイ。